どういう目線これどうもにこれこんにちはレンタルこちらのゲームをプレイしてみようと思いますマイクロペーサーどうぞよろしくということでこちらのゲーム2024年3月 リリーースされたゲームとなりますレトロ風のサバイバルホラーゲームということなんですが何やら可愛らしいウサギちゃん的なキャラクターがゲーム紹介には書かれているんですがホラーゲームということでございます一応3月リリース当時にうんまあ、ちょっと見てたゲームではあるんですが発売当時は 日本語対応がしていなくてね、まあ、ちょっと見送ってたゲームではあったんですけれども4月に入って日本語のバッジがどうやら入ったみたいなのでやっていこうかなと思います一応無料でできるゲームっていうことなんでねどんな感じかちょっとやってみようと思います多分サクッと終わる短めのやつだと思いますけど 始まりました。ああ、レトロ調というかなんというか。うーん、これが私。あ、うん？動かし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 。で、これが家族なんかな？弟一緒に遊ぼう。海嫌だ。俺の名前が海ってことかな？ 前は喋りん弟にしか喋りかけられへんのかあいやい真正面立たなあかんのか。おとん、どう海いい場所だろここはどこだいおかん、ドア開けっぱなし、大家さんはもう着いたかもん頼もしい。鈴木キャリー、もう鈴木が感じ。旅行に来たのかなんなのか。 あまりちょっと詳しくは調べておりませんのでゲーム背景よく分かってないんですがあまり遠くに行かない方がうんまあなんか車でとりあえずここに来たってことだよな急にカメラ変わったバイオハザード方式でこちら入ります 誰かがドアをあれ誰かがドアを閉めた開けてよちょっと待ってこれは何かのいたずらあれ家族が閉めたのかい大家さんを見つけないとそうだ大家さん味回りでございますがあ大家さんを見つけないとこの方式をキーボードでやるっていうのもなんかなかなかやなカメラ固定やからな 大家さんを見つけないとそうだ大家さんをなんか言うねそればっかやな、うん、あドアが閉まった音したよ何調べても大家さんを見つけないととしか言わへんないやなんかドア閉まってろとしてるよね違う大家さんを見つけないともうそれしかないんかいそればっかだよ 窓から脱出。この窓の見た目は激安っぽい。値段がわかるのかい。なんかガッチャーンって音するよね。これ何や。もう大家さんしか言わへんのお前だ。あ、はあ。サバイバルホラーっていう説明になってたからなんか、ケモン出てきたりするのかな。あ、誰か。大家さんかい あ屋さんや屋、おいちびおい言い方外から入ってきたのかそらそうやろ中から入ってきたとか意味わかんないろああ俺様はここに囲まれている、うん何週間何ヶ月だえっと鍵はありますかパパとママはうん両親どころか他の人に会う機会もないががこの呪われている部屋を浄化するそうそうだそうするしか俺にはできないから 俺ただ普通の親だからしかし君にはできる君は娘だからこれ以上ふさわしい人生はない私悪魔を浄化するための儀式をアイテムを見つけよう十字架六個とらわれた女一人えとあると怒っている男もちろん俺じゃないロソク三3それにあっけたは <laughs> <laughs> あそうだ説明するこの部屋は密室はあるぞ入り口はわからないが一部の部品はあそこにいるはずということじゃあグッドラックはえー、<laughs> ええ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 にぴったりええ通になんかアイテムめっちゃ探す感じ こんなでっかいベッドにちゃんと寝ればよかったテレビ番組「どこでも一緒」の放送時間はいつ?「どこでも一緒」ちょっとオマージュしててウサギになってるみたいな感じつかこのテレビはそろそろ限界かなはあなんかいろいろ言ってたなああ鍵めっちゃ見つけるところっていうか探るところ多いな あ、十字架いやこれは目立つ十字架一個うわこっちもあんのかいや広いなじゃ,じゃああじゃあこっから来たんか俺これは男に間違いないが怒っていないなんかうんキリスト教のなんかそういう感じのうん仏の子供たち口悪いな はなんかあるらわれた女かナセンス囚われた女発見まずはなんかいろいろアイテム見ていけってことやなウサギちゃん行き止まりかいウサギちゃんを使って鍵はどこで使うんや寝る場合じゃない この窓の見た目、激安っぽい。値段をやたら責めるタイプのうさぎです。こいつは怒っているじゃないか。あ、ゲット。いろいろ見つ、あ体の感じが悪い。なんかいる、左奥。なんかいたよ。あ,あ一見、お父さんが、気、ガーが抜けてんのかな。着替えそうな服。 こんだけなんかおったなあはここ来てあこっちに風呂場みたいなのがあがんのかトイレかやっぱやめよううん出た <laughs> シャワーを浴びるどころじゃないよなんか可愛いのいるよ届かないよなんか持ってこなあかんのかな手を洗いましょう手を洗うんやね こっちは,ー俺は、これは子供を抱っこしている女。調べるところマジ多いな。クッション。クッションの下には何かあるじゃん。ろうそく。ええ、見るとこ多いな、ほ、まあ、んま。うーん、見えてない。何かを感じてるけど、カメラの中に収まってなかったよ、今。あ 何の音浮かんでいる机もおかしくないか何か音はしてるけど何の音だいんーどうやら物をわないっと何かが抜け取るな何かある、うん、急に日本まとめて出てきたあと何や十字架と何かっていろいろ言ってたけどさ特別なものはない ない何が見えてんのあれでっかいうさぎかな食べ物ない洗ってない皿などはないいいねコップと皿届かない椅子持ってったりとかする椅子は4本揃ってるけど何もできへんなうんーあとどこ調べるほう 全部入ったんじゃないの手洗いましょう。シャワー浴びるところじゃない。ちょいちょい出てくるけどさ。あ、これがあれば高いところまで。いや、見えへん。たまたま行けたけど。これでじゃあこれがベンチのおかげで高いところ。中には何もない。ないんかい。 えーっと、じゃあ、さっきの、この辺か。届かない。いや、届かないっていうか、特別なものはないっていうな。はいはい。でも、やっぱなんか、ちょっと、背の大きいウサギに見えるな。高いところ、十字架一個。あとなんや。あと十字架もう一個ぐらいじゃない,いやーけどー。 どこだー届かなさそうなところがもう一個ぐらい多分あると思うんやけどおいるなんじゃいここはあ鍵服あ十字架あトゥーンっつったけどここの部屋入ってなかったんかかわいいネックレスあとったくだらない写真 これで全部。あれ、ちょっと待ってちょっと待って。ドア増えてる？は。これでじゃあ？ここに！入れ入れる？さっきまでなかったよね。このドア何？ここ？何これ？ どういう目線、これ。どうも。なにこれ。こんにちは。は。<laughs> あ。え。なにこれ。何を見させられてんで、鏡かな、鏡か。あ、鏡か、これ。 そういうことか。鏡に映った、私ってことですね。やから、それを意識しながら、どっか進んでいけばいいんやな。こうか。こういうイメージか。やんな。こういうことだろ。横見たらちゃんと。やね。こっちも遠いな。うーん。 十字架合っている十字架あるで残るは2個あっんかなんか今なんか今うつ映ってなかった角度の問題こっちで合っとったんかじゃあこれでこの場所に残る十字架がどっかに あるってことやと思うけど結構これは迷うぞなかなかに無事いぞ行き止まりではないあなんかでっかいのあるこれは残るは一個あれでいいんかい あと一個どこや十字架があればいいっぽいんですけどなかなかに広い鏡がいっぱいであれあれ行き止まりやこれは行き止まりってことやんなだなあダメだ きまりですやんこっちのこっちも行き止まりやんな行けてないところはこっちの方から来たと思うんやけどなんか分かれ道どっか。 こっちも広いなまあでもまずは外回り攻めてった方が分かりやすい気するしまずはこっちからここ分かれ道やなあ見目だやったぜたまたまたぜラストワンえどっちラストワンってもう全部揃ったんちゃうの ラスト1個っつってなかったさっき残り1個って言ってからのあドアあじゃあ行けてんのかなドアが開けたにこれあ動けるあらパンツは見えない何ここん何か置いた なんか置いてってっるほれ, <laughs> あーほれまーるく円描くように置いていく感じかなほれんーここらへんじゃないあれ反応なしかいほれ 合ってるなやな、円書くようにして置いていく感じやね。ここ適当やな。で、真ん中、うんここは浄化儀式を行う場所。配置オッケー。ゼック。この役立たずはそのまま消えた。さあ試してみて。ピリカ、ピリララ、ポポリナ、ペペルト。んようそんな言葉しとんな。どこで学んでん で、なんか動いてます。奥に何かいます。あれはでっかいウサギはあれもしもし、こちらは地球。海を落して。うんてんでん。どうやら大屋さんはまだだね。とりあえずまずは荷物を。あれ 心ここにあらず部屋のドアは開けているね行ってみてあ喋った勝手に入っちゃうよくないと思う終わりははははは中入ったらこうなるよーっていうのをなんか海ちゃんは先に見ちゃったみたいなそういうことああ中入ったらああいう世界が待ってるから。 一応おかんを止めました家族を守るためにみたいなそういう感じで思っておけばいいんでしょうかさあレンタル一応なんかもう一回クリアすることでなんか別のエンディングが見れるとかいうそんな情報を少し見受けましたのでちょっと行ってみようかなと思います あとはどうなんかなクリアタイムが関係するとかいうそんなああ説を言ってる人もいたので、まあ、一応クリア実績とかを見ると10分以内にクリアしたら取れる実績とかもあるっぽいからもしかしたらその辺が関係してるのかい。だとしたら結構急いでいかなあかんやつでございますが。 まずは大家さんだね。こいつ何やったんとりあえずお前は消えろ。ポーンっつって。うん。この辺よく分からへんな。密室があるぞとかなんとか言うてんのよな。ってことでまずはいろいろ探していくわけですがどこに何があったかを。 全然覚えてないよねー。調べまくって調べまくってやなー。鍵ーとテレビはなんもないな。十字架とこれか。これが高いところまで行けるやつやね。急げ。高いところ取れるけどなんもない。あれここでさっきあれが。 出てきたのに今回出てこうへんね。やっぱ時間経過でなんか、あれが出てくる出てこうへんあんのかなこの辺もなんかあったんじゃなかったっけロウソク一本。急げで、特別なものない、ない。と、出始めた。体の感じが悪い。 これがある程度出てきたらあかんってことなんかなない。そげい。ない。とどく。ない。椅子んところはなんもなかったはず。関係ない。とはこのへん。ブス。あちょっと大丈夫こっちのこのへん。 くだらない写真使えない。見えてない。ここはこんな何もなかったっけ十字架。もう何もない。と口。ここはお父さんがどうたらいたやつやな。寝る場所じゃない。怒ってるえ。やっぱまだドアないな。ある程度集めたら この音でドア出てきましたよの合図ってことねよしいいよであとは十字架を3つやなこの場所で見つければいいんだが迷ってる暇はねえぜこれでも <laughs> これむずいぞ。どっこに、どっこに十字架あったか。ああ、あった。で、これは多分戻っていいよな。こっちにはなかったはずやから。迷うなよ。鏡。 ますぐ,ぐるっと回ってそうそうあーどっちやこっちかすあったあれこれでじゃあえっと <laughs> 扉がどっかに出てくるんだよなやべあったいける あ十字が三つ集めたよね。あれこれでもさっきん場所やんな。ポン。ポン。ポンポン。ポン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 。おいでポンポン。おいでポン。ここん。意外とシビア。この辺あとはここ 全部置い,たかいける浄化儀式を行う場所適当に並んでみてあれまだ置けてないかどっかあこここれで配置 OK よしセックこの役立たずはそのまま消えた試してみてまだ言うてるなさあほんまに なんか変わるかい？二回クリアすればなんかなるって聞いてるんですけど。うんー。あ、違う。海？聞いてるの？うん。辺のはーあ？この辺の何々は？やばいな。 気づいいたのかかそういうことかもうすぐだよ何その顔終わり <laughs> めっちゃエンディングが変わるってわけじゃなかったけど一応噂で聞いていた通り別のエンディングは見れたようでございましたじゃあこれで一応このゲームで見れるであろう 二つのエンディングが多分見れたんじゃないかなと思いますので、これで終わっておこうと思います。まあなかなか、はあ、興味深いゲームやったんじゃないかなと思います。ということで、ホラー要素はそこまで強くないゲームではございましたが、はあ、またこんな感じのゲーム、ちょこちょこやっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。ご視聴。 ありがとうございましたそれではまたよろしくどうぞ